ゾエは、東ローマ帝国マケドニア王朝の女帝。コンスタンティノス8世の次女で、妹テオドラは、ゾエと共に、女帝の位についた。ゾエは、ロマノス3世アルギュロス、ミカエル4世及び、コンスタンティノス9世モノマコスの3人と結婚し、夫らは、皇帝位についた。大層美しかったと言われている。ローマ皇帝3世と婚約していたと、されるが、 夫を3世は1002年に死去した。1028年、父ミカドにより、ロマノス3世アルギュロスと結婚、ロマノス3世が定位についたが、来なく、ロマノス3世は1034年に死去した。その後、ゾエはミカエル4世と結婚し、夫を定位につけたが、1041年にミカエル4世は、修道院に引退し死去した。ミカエル4世とその弟で有力宦官。 ヨハネス・オルファノトロフォスの親族にあたるミカエル5世が、ミカエル4世とゾエの養子として迎えられており、定位を継承した。しかし、ミカエル5世は、ゾエをペトリオン女子修道院に追放し権力を握ろうと、したため、翌1042年に、首都コンスタンティノープルの群衆が放棄し、ミカエル5世は目をつぶされ、廃位され、ゾエが妹テオドラとの共同統治という形で、定位についた。 しかし同年のうちにテオドラは退位、ゾエは、コンスタンティノス旧世モノマコスと結婚して、夫を定位につけた。ゾエは3度の結婚のいずれにおいても継承者を設けることができないまま、1050年に夫コンスタンティノス旧世に先立ち死去した。ありがとうございます。